ストリードはそこまで信用して良いものだろうか？これは、設定当時からの疑念だ。大衆は神である。それから形成した雅史上そこに期待されるもの、それを記す、そういうもの。それ、破棄約に従い、相互に連携して価値を発生させる、のだ、が。ともかく、ストリードには問題がない。そこまでは、今のところはなんとかうまくいってる。問題が起きている時には相応の理由もわかる状況。ただ、ちょっと説明しても難しい。確かに、ガンダムだけでは、問題はちょっとある。インベーダーゲームと似ていて、実際に存在しないなら、それに価値があるとは基本的には思わないのだ。とはいえ、ストライクフリーダムガンダム、それとは何？当時の PC 業界にしても、今のようなゲームが動く PC が出る日が来るとは、思ってもいなかった。ある、とは。